シャベルサカツク、再びヨーロッパへ。カズがデビュー戦でハットトリックし、衝撃的なデビューを飾った今季の開幕戦、このまま勢いに乗れるのか？ペレがレンタル移籍で育成しているので、その穴埋めとなれるのかに期待です。今季はさらにヨーロピアンリーグがありまして、ヨーロッパ大会の最高峰のものになります。現実で言うとUEFAチャンピオンズリーグかな？まだうちのクラブは力がないので、この大会は苦しいでしょう。開幕の相手はセルティック、中村俊輔選手がいた頃になります。チャンピオンズリーグといえば、マンチェスターユナイテッド相手に中村俊輔選手のフリーキックに連発が伝説ですが、やられないようにしたい今回。ですね。さあ前半の45分がスタートしています。画面の左側にエンドを取りました。イーストボーン。そして右にエンドを取るのは、セルティック、トロネン、息前、チャンス！さあチャンスだ！裏を狙った！ダイレクト！しっかり蹴ります。下げます。うまくスペースを使っていきたいですね。前へ出します。さあチャンスになりますよ。クロスボールどうか。チャンスです。ディフェンス防ぎました。トロネン、トロネン、ミノ、パスを送ります。左へ。さてどうしますか。ヘッド！あっとこれはキーパー落とせない。しかし両チームとも決め手を欠き、試合が終わろうとする終盤、最後のチャンスがブライトンにものにできるのか。入れ替わります。左のスペースを使います。うまく弾き出しました。セルティック、ここで選手交代があるようです。流れを変えたいですよね。イーストボーン、このコーナーキックが最後のチャンスになりそうです。さあ蹴った。ディフェンス防ぎました。ここで試合終了。90分の死闘の幕が下ろされました。結局スコアレスドロー。我がクラブのヨーロッパでのレベルはこんな感じっていうのはよく見えたかなと思います。いろいろ見えたところで、あとは進めていくだけの生活をお送りします。その後、時は進み、10月末に優秀なユースがリストアップ。しかし、なぜか優秀な選手がいませんでした。一人一人調べたんですが、それ優秀？誰もいないじゃん、というリストだったのでスルーをし、補強があまりにもないので、ちょっとユースからトップ昇格をさせて応急処置。まずはジェイク・ワイズマン、能力はそこそこで、だいたい70点近い能力のウィングバックです。もう一人は、メイメット・ショル、指数は80近いですが、ポリシーが25、右下なので、かなり遠いです。能力は70点ほどになるので、こちらもまずまず良いです。その後、ヨーロピアンリーグは1位で通過しますが、リーグはやっぱりペレがいなかった影響があったのか、10位で前半戦を終えました。仕方ないよね、しばらく育成が大事ですから、というところでこういう結果を見ながらマイクをオンにしますね。はい、ここでちょっと喋りをしようと思います。半分まで来たんですが、17節がちょうど半分なんですけど、まあ、前半は18節まで行くので、まあそこまで行ったんですが、まあここでリバプールには勝ったんですが、ほぼ真ん中の10位という、ちょっとね、苦戦してます。出だしにカズがね、ハットトリックを決めて、いい感じだったんですけども、どうしても今年は流れが良くないみたいで。得失点差そんな悪いわけじゃないんだよな。でもなんか勝ちきれないし負けちゃう。強豪には勝てないっていうのもあるし。
あーてかアーセナルリバプールもあんまり良くないですね、調子がね。ビラとかすごいなんか快進撃だ。あでもあーまあそうか、意外と上のチームがねそんなにいってないですね。ちょっと荒れてますねこのシーズンは。うん、どうしてもまあやっぱペレがいないっていうところの、まあ仕方ないよな。育成のためにちょっと我慢しようと思って今年このシーズンを始めてるから、まあ仕方ないっす。でも数でもうちょっとやってくれるかと思ったんですけどできてなかったようですね。仕方ないです原因はちょっといろんなとこにあるんで、サイドバック弱いんですよね今。サイドバックの若手がいないんで 3-5-2-3-4-3 になる可能性がの方がこのチームにとってはいいかもしれないっていう、そういうちょっと瀬戸際に来てるんで、言ってもそれもちょっとなんかあんまり難しいんですよね。すごい試合多いな。なのでちょっと育成をどうするか、やっぱりちょっとその辺考えないといけないですね。契約更改もあるんだった。この後契約更改もあるのでまた出費が増えていくっていうのもありますね。ちょっと待って、ワレリオ・フォレオ約束はするけど、どこ行った？まだ契約はするつもりなのでバレリオ・フォレオは、フォリオは、はい、契約しよう。契約更改することを約束します、まだある。ユースの評判アップ、ユースの育成に関して非常に評判が良いようです。そのおかげで優秀選手が集まってくる。まあいっぱいユースから出してるしな。で意外とこの代理人がヨーロッパではたまにポロッといいのが。そうか、おっと。ヘムロン、ちょっと待って。ヘムロンか。ヘムロンか。ちょっと待てよ。悪くないぞ。当たりだな。当たりなんだけどな。当たりなんだけど21歳。ちょっと待ってよ。当たりは当たりなんですよ。ただ早熟寄りなんだよな。どうしようかな。3-4-3 にする構想があると欲しい選手ではあるんですよね。ただ今最高のスタジアムにするためにお金を貯めているんですよね。どうする。移籍金25億7000万使うよ。いやどうするか。ちょっと待って、どうしようかな。行けと言っている自分がいるんだよな。この移籍金をどうするかなんだよな。で後半稼げても20億ぐらいでしょう。でスタジアム建設に必要な金額が200なんで、頑張っても40か。
まあ 3-4-3 にするっていう構想はあるけれども、左ウィングがいるわけじゃないで、中央に3枚置くだけでもとりあえずいいとは思うから、スピアジを数いるもんな。エレがいるでしょ、いらない。うわ迷った今。録画止めてって考えるかも。すごいそのぐらい迷ったな。いらない。目先の利益っていうか、どっちを優先するかすっごい迷ったな。ヨーロッパの代理人優秀なんですよね。まあ、一応カズも右ウィングできるっちゃできるんで、まあ、無理に取らなくてもいいやっていう風に思うしかなかったですね。まあ、3トップも、まあ、例えば、まあ、カズはちょっとウィング寄りに置いといて、ここに2枚、わりかし狭いこの中央のとこに2枚、まあ、エレとピアオンか、スピアジオとか、ちょっとその辺がいるんですよね。レンタルしてる。ビブルセンもいるか。だからそういう選手を考えると、取んなくてもよかったかな。トビアス・キベベもウィンガーできるしな。迷ったな。めっちゃ迷ったな。はい、とりあえずそうっすね、まああとは後半戦はとにかく、まあ2部リーグに落ちなきゃいいやっていうのが今年のテーマになるんで、もうあとやっていくしかないですね。迷った。あとは、ちょっとそうですね。選手の整理もしなきゃいけないんで、何人かこうやって移籍リスト掲載中ってなってるんですけど、それをやって、軽く整理して、で、ユースから誰か入ってくれば、いいんですけど、いないんですよ。ユースにいい選手がいないんで、なのでちょっといいユースを欲しいなっていうのはあるんですけど、いいユースがちょっと入ってこないとどうするかな。ちょっと今耐えの時期ですよ。だから自然に入ってくるユースはあまり期待できないんで、なのでスカウトから誰か探してほしいなと思ってたんですけど、前半は全くいい選手が出てこず、まあ、なのでちょっとね、まあ、とりあえずレンタルしてる選手が帰ってきてからまた戦力はアップするんで、まあなんとかそれでやりくりしながら、まあ200億以上貯めて、スタジアムを建設してお金を増やせるような環境が整った後に補強をしていこうかなと思います。ということで、おしゃべりはここで終了にします。ちょっと10分以上しゃべってた。ちょっと途中でちょっと思わぬ代理人のハプニングがあったんでちょっと長くなってしまいましたが、今回はここで終了にしたいと思います。次回は後半戦になります。ご視聴ありがとうございました。